皆さんこんにちは、なるほど店です。今日はですね、昨日アップデートされて、新しい装備がですね2つ追加されましたので、昨日は RG44 を購入して、ゴーストで購入したんですね。で動画アップしたんですけど、今日はですねこの猫ちゃんで、このショットガンですかね、 BF66 を購入したいと思います。まあこの動画を撮るために頑張って一日中ゲームを仕事の合間を縫ってやったんですけど、お、買うことができましたね。なんか命中スコープがマックスまでありますね。ショットガンなの。ではこれで遊んでみたいと思います。昨日から氷のステージが出てですね、なんかずっと遊んでて思ったんですけど、迷路ステージとあと、まあ、同じような形の黄色い鬼が出てくるやつですね、この2種類と全く出てこなくなったような気がするんですね。ショットガンなので近づかないといけないですね。ダメージはなんか19とか22とか出てますけど、段数7ですね。おっと、今回はこちらの方々と対戦ですね。7発のあれで1発は何発出るんですかね。ああダメだ、狙い撃ちですね。まあ近づきたいんですけど、まあ向こうで待機されててあれですもんね。ちょっとまあ猫ちゃんなんで頑張っていきますか。全然狙えない。まあ、猫ちゃんのスキルですね。猫アタックですか。ピューンって飛んでいって。お、後ろにやってきましたね。あれ、どうしましょう。あ、終わってしまいましたね。で、他のステージ。お、こちらの方がいいかもしれませんね。さて。うん、20。30。今のところ2発分しか当たってないですね。もう1発しか当たらないです。誰も来てくれませんね。ありがとう。あちらに3人いますね。どうしましょう。また近づけないパターンですよね。頑張っていくしかないですね。うわ、一発ですね。強いですね。ちょっと検証したいんですけど、近づけないですね。これも4発、一度に4発出るパターンですかね。900ゴールドで売ってるショットガンは4発出ますけど、私が持ってるコラの一番高いやつ、3発しか出ないんですよね。わかんない。まだ2発分しか当たってないです。1発しか当たってない。これショットガンですよね。わあ。ダメですね。もしかして今のところ、このショットガン弱いんじゃないかっていう疑惑が。いや、私の使い方が下手いだけなの。おお、敵さんですか。え、どこ行きました。猫アタック。あれ、あんま距離伸びない。ああ。ちょっとどなたか近づいてくれませんかね。しょうがないですね。こうなったら味方に移すしか、そんなひどいことはできません。お、もしかしてこれあれですか。
私が手切れないから打つ感覚が早いんですかね。まあ、装填、球の装填が早いけど、この肉球の猫ちゃんがどうやって球を装填してるんでしょうか、謎ですね。お、4発、やっぱ4発当たるみたいですね。ということはあれですね、謎が解けましたね。900ゴールドのショットガンの、結構連射早いバージョンという感じでしょうか。けどあんまダメージ強くないですよね。はい、2発分、この距離で2発分ですね。降りましょうかちょっと待って、倒せないですよまだ。まあ早いですね、打つのは。まあ結構ショットガン慣れてる方ならもっとうまく使いこなせるというかもしれません。私はあまりショットガンコラボしか使ってませんから。ほら、この後にお二人います。お、まさか私の動画撮影のために二人まとめて一緒に。ばらけちゃダメだ、上手ですね。カエル君と並んで可愛いツーショットでいきます。あれ、双子、誰も上がってくれませんね。後ろから来るパターンですか。いや、そうでもないです。誰も来ないパターンですよ。いないですね。一人、お一人だけ。あれ、おお、重なっている。わーい、たーん、はい、あ、うまいあれ、ショットガンでもうちょっと倒せるような気がしたんですけど、近づいたら。なぜでしょうね。使わないじゃないか、牛乳を運んでますね私。なぜでしょう。このナイスは私宛てだと感じでよろしいでしょうか。この猫アタックどこまで行くんでしょうね。ピューン、ここですね。さあ、ゴーストさんが頑張ってます。お、いい感じですね。ゴーストさんのヒットポイントなら2回で。まあ、でもこんだけ早く何発も出るんでしたら使いやすいかもしれませんね。いいですね。ちょっと慣れてきた感じがします。まあ、ということで、まあ、ショットガン好きな方は今の、なんとか BF66 でしたっけ、ショットガンおすすめだと思います。コラドより打つ感覚早いような気がしますね。そうですね、BF66 で合ってました。私の持っているコラド一番高いんですけどね、6400。威力強いですけど3発分しか当たりませんからね。
ですね、まあ、皆さんこの BF66、まあ、使ってみてはいかがでしょうか。今回動画は以上になります、よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。他にもゲーム動画とか上げておりますので、よかったらそちらもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。